松尾園芸さんから花の苗が届きました。それでは今から箱を開けます。苗が4つです。これがいわゆる大苗ってやつですね。丁寧に袋に入って届きました。ちなみに一番底に濡れた新聞紙敷いてあって、その上に苗が置いてあった乾かないように包装されてました。で、上はね、紙で包んで留めてありました。宅急便の人が多分ね、ちょっと横にしちゃったんだよね、箱を。かなり土こぼれてたんですけど、それでも苗は全然折れてないし傷んでなかった。こんな風に梱包されてるんですね。まずこちら、ラ・レーヌ・ビクトリア。もう芽吹いてる、キリキリ、白くなってる。黒くなってません。すごい健康そうな、いい苗。なんか継ぎ口、接ぎ木した時のその接合部っていうのはもはやどこなのかよくわからない。自然になんか木質化しております。すごい生き生きとしたいい苗です。次はアイスバーグです。枝を思ったより細い。こういうものなのか。芽が出てます。芽吹いてきてますね。芽が膨らんでるっていうんだよね。全然ピンと合わない。これはね、トゲが見当たりません。こっちなんかすごいトゲある。これからなのか、こういうものなのか。これツルアイスバーグと普通のアイスバーグってあって、どっちにしようってすっごい悩んだんですけど、ツルアイスバーグというのはですね、期生5月ぐらい、1年に1回しか花咲かないんです。なので、でこっちのアイスバーグは繰り返し咲くみたいなんで、こちらにしました。次は苗間。匂いがとってもいいみたいです。これもあんまり溶けない。あ、ちっちゃいのある。ちっちゃいのある。ちっちゃいのっていうのはこういうの、すっごいちっちゃいね。これは大きめのやつ。あー、どんな花咲くんだろう、楽しみすぎる。どんな咲くんだって、こんな花だけど実際に咲くのかな、本当に。はい、こちら4つ目、これね、ピエール・ドゥ・ロンサールっていう、バラ好きな人だったらみんな知ってるっていう感じの有名なツルバラらしいです。すっごい大きくなるらしい。これね、一番すごいよ。トゲすごい。怪我するやつ。あー、目が膨らんでるよ。目が膨らんでます。思ったより枝太くないな。
これは白いのとすっごい迷いました。しかし植えるところがおそらく半日陰の場所になるだろうということでですね、白っぽい花が咲くのではないかと推測しまして、この定番中の定番基本を取ってピエール・ドゥ・ロサルにしたのですが、これも非常に良い苗です。枝太い立派なトゲ、質化してます。さてどんな花が咲くのか、ちゃんと花は咲くのか、これから楽しみです。ちなみにこの品種どうやって選んだかといいますと、最初にこのバラめっちゃ綺麗って思った松尾園芸さんのブログを全部読みました。そして最も美しい、これ欲しいと思うものを徹底的にリサーチ、どんな花なのか、その後他のバラの専門店のウェブサイトも見まくって、最終的に最初にインスピレーションを受けた松尾園芸さんの最初にいいなって思った苗にしました。ただその全部自分の趣味にすると偏りが、一つは家族の意見を聞き入れ、あと一つは、匂い重視ということで、匂いの良いものを、そして育てやすいと言われるものを選びました。